はね、その我々がそのデータを投稿して、まあ、カットライン作ってもらいました、で白版作ってもらいました、さあ印刷だと思うんですけど、印刷するんですけど、やっぱそのいかにこう綺麗な色を出すかっていうのもね、すごく考えてらっしゃるんですよね、こちらの。そうですね、はい、なので今回 OK なやつ持ってきたんですけど、例えばこんなんとかもそうですよ。これあの仮印刷っていうかね、テストなんですけど、テストですごくたくさんね、こういう風に印刷して色がどうなのかと、薄くないのか、ね、濃すぎないかっていう、何回も何回も印刷をして一番納得できるやつを、まあ、製品化するということなんですよね。それだけでも本当にあの大変な時間かかります、この印刷するのにね。さっき印刷してもらいましたけど、もうやっぱりね、時間がかかるので、これ印刷するのに時間がかかる、テスト印刷を何回も何回もするっていうところも大変だと思います。まあ、もちろん 業界の方がすれば当然と思うかもしれませんけど、我々ユーザーから取ったらそんな風にしてるなんて思ってなかったので、もう目から鱗でした。でこれももうすでにね販売されてると思いますけれども、第16番感動の美奈子ちゃんのね、新規のイラストですね、狐の嫁入りっていうテーマですけど、これもねたくさんしていただいて、やっぱなかなか色がね難しかったってことされてましたけど、どうなのか分かんないですけど、まあ、ここに来ていろんな子を見させていただいて、まあ、こうなんか作りたいもありますかって言った時に、まあ、一番僕が作りたいなと思ったのは巾着袋なんですよね、はい、巾着袋を作りたいなと思いました。これは巾着袋っていうよりは御朱印帳を入れる袋っていうことでね、作りたいなと思ってるので、結構御朱印帳を入れる袋は皆さんからすごくやっぱりねニーズがありますね。大きい御朱印帳の方ですね、ちっちゃい方じゃなくて。なのでそれもね、まあ、ちょっと実際話をして、今後もし作れそうならぜひ作りたいなというふうに思っております。でこれからまたね、実際ここに来ていただいたことでいろいろ分かったので、まあいろんなグッズを作っていきたいなというふうに思っておりますんでね、はい。あとね、まあ、今小日向先生の話しましたけど、もう一個だけ一心寺の関わりがある先生がいまして、腕の差別位置と写していただくと分かると思うんですけど、左から2番目、ね、制服を着た女の子いるんですけど、獣弓の、これ多分分かりますかね、若旦那。水戸木先生ですかね。あ、そうです、正解です、水戸木先生ですね。水戸木先生といえば一心寺で何書いてる方ですかね。分からないですよね、顔は分かるんですけども ね、名前が出てこないんですよね。持ってると思うんですけど、はい、多分あります、そうですね、ポーズも覚えてます、覚えてますね、一心寺でいう第12番観音ひまりちゃんっていう ね、 あですね、観音様をね描いてくださってる。でこれたまたまっす、さくら先生は本当たまたま私がイラストをリツイートかな、誰かされててイラストが上がってきて、あすごい素敵なイラストだなと思って、で勝手に桜ってついてるんで、若干勝手になんか親しみを感じましてですね、メールを送らせていただいたら快く、ね、仕事していただいて、でそ、まあ、向こうの方からもなんか桜の話したりしてるような気がするんですけど、まあすごくかったん で水戸木ちゃん、水戸木ちゃんじゃなかった、ごめんなさい、ひまりちゃんね。もうこれはすぐ間違えるんですよね、観音様の名前と絵師さんの、絵師の先生の名前をね、はい。だからもうひまりちゃんはね、9月だと思います、多分9月には新しいね水着のイラストが出る予定ですので、ぜひ出たら、皆さんね、まあ、買っていただくか、もしくは、拝んでいただけたらなというふうに思っております。まあ、これからもね、まあ、一応私の記録が続く限りはね、いろんなことやっていこうと思っていますので、まあ、本当はねやっぱここのね、まあ関係者の方の話聞きたいですけどね、はい、私なんか一方的に話してますけど、なんかねそういえば苦労話とかっていうのはなかなか僕の方ではうまく話せないんでね、ぜひ何かの時にはねゲストを呼んでやったりできたらいいなというふうに思っております。まあいかんせんね、我々もう今日で6泊目ですから、そうですね多少頭が回ってなくてね、どんだけうまく喋れたのか分かりませんですけど、ちょっとそこにガチャがあるんで、ちょっとガチャだけ回していこうかなと思うんですよ。近づいてちょっと映しましょうか、回していこうかなと思うんですけど、はい、なんかもう回す前からガチャが入ってるんですけどなかなか、うん、サービスですかね、ズレがあるんですね、300円と400円って書いてあるんですね、うちもよくやるんですけど、どっちですかって言われたりします。まあ、とりあえず少ない方から入れて、回らなかったら足らんですよってことですよ。そうですね、まあ、ミュージャーの方やってみましょうか。ここにないやつですね。ああ、シークレットですか。シークレットなのかな。
シークレットではないと思うんですけど、おそらく、うん、入れ間違いだと思います。ラッキーシークレット、うちもよくあるんですけど、これ入れ間違いだと思うんですけど、これさくらちゃんができたぞこれさくらちゃんだから、こっちですね。さくらちゃん夏祭りバージョンということで、はい、横から見るっていう手もありますけどね。横から確認しますか。あ、でもやっぱここから見るから、やっぱゆうちゃんが入ってるんで、多分1個だけ多分間違ってたんだと思うんで、はい、もう一回やってみよう、はい、でもすごいですよね、15枠から10枠、30種類ですもんね。はい、一心寺も1回今回しましたけどね、はい、すごい言われましたよ、ユーザーの方から、やりすぎだって、種類が多すぎてると大変ですよって言われたんで、それからあんまりやらなかったですね。5、6種類にしました。100円返ってきましたけど100円返って、こういうこともありますね。すいません、またさくらちゃん出ましたね。まあ、また明日やりましょう、はい、また明日リベンジするんですけど、とりあえずといったわけで、とりあえずまた明日ね、さっき言ったといろんな対応しますので、はい、その時にちょっとまた、模様というね、はい、模様をちょっとお届けしようかなと思うんで、長々い動画になってると思いますけどね、もうがっつりカットして編集してね、はい、お届けしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ若旦那、今日も一日お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。はい、朝10時からね、今5時過ぎですけれども、約7時間こちらの方でですね、まあイベントというか、まあ販売会みたいなのをさせていただきました。本当にね、たくさんの人が来ていただきまして、非常にもう部屋に張り切らんということでですね、かなり行列ができたんですけれども、まあでもね、そんだけね、皆さんに来ていただけて本当にありがたいなというふうに思っております。でなかなかね、あの紹介さん3回なのでパッと見わからないと思うんですよ、こうがそうなのかどうなのかっていうのがあるんですけど、基本的には休みの人があるんでしたっけ、あるということなので、あのツイッターとか、あのそういったものを見てですね、空いてる日にあの来ていただけたらなと思って、そのすごくね、あのいい意味で、家、あの友達の家みたいな感じのとこなので、気さくにね、あの対応してくれますので、まあ、気軽に来てもらえたらいいんじゃないかなと、勝手に人んちのことを言ってますけどね、思いますので、あの遊びに来てください。まあ一心と違ってね、もう歴も近いですんで、多分簡単に来れるところだと思うので、ぜひ遊びに来てもらえたらなというふうに思っております。最後にですね、あのお土産をちょっと私買おうと思っててですね、まあ、さっきだいぶ買ったんですけど、昨日もほらやったじゃないですか、このガチャガチャ、はい、ね、実は100円だったってことなんですよ。え、昨日僕ね、300円入れて100円返ってきたって話しましたけど、あ、そうですね、実はこれ100円で売ってたんで、それ入ってくるわけだってことでね、はい、あのお金返してもらったんですけど、はい、もう返してもらってもあれなんで、はい、空にしていこうかなというふうに思ってます、はい、空にしていこうかなと思います、はいはい、昨日ね、上さくらちゃんバカ出てきて、そうですね、おかしいななんて言ったんですけど、ちゃんと直してもらいましたので、あ、あのまあ、お土産にするのもあるでしょうし、個人的に私が、あの一種の本堂に飾っておきますので。何かじゃ回すの、久しぶりですね。もうあの、あれですよね。久しぶりだけど、100円のガチャなんか今時ないですから。ないですね。ないですよ。はい。最低でも200円、だから300円以上ですよ、はい、普通は。はい。一心寺がまあ200円でも安いって言われたりしますけど、なかなかね、100円なら実質ただですね。そうですよね。実質ただだと思います。はい、あとあの、ガチャ買う人にお願い。まあ僕、うちもね、ガチャ置いてるからあるんですけど、なるべくカプセルは返してください。カプセル地味に高いんで。あ、そうなんですか、ね。高いです、高いです。なるほどですね。僕も同じの持ってるんで。なるほどですね。もうあの構造は把握済みですね。構造は把握済みです。当然。把握して、勝手にやっていいのかな。ロックがあるんで、このロックを解除してください。いや、出てこない。そして、欲しいのは、ガチャの構造を知る動画になってるんですか。はい。ここに100円玉が詰まるんですよ。はい、でこれをちょっと開けて出てきます、ね。まあ、200円ね、出なかったのはここに溜まってます。はい、
あ、詰まったんで、これ詰まった、詰まりだけ直しました。ありがとうございます。直ったんですか。あ、直りました。ありがとうございます、さすが。同じ機械ははめてもらっていいですか。結構俺、自分ちのパワープレイでやってるんですけど、これですもんね、取り外しが。そうそうそう。なのでこれをやりながらつけるとスッと入るんですよ。なるほどですね。そう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 。そういうこと知らないですからね、私。ガチャッとかってやっちゃうんで。はい。そっちを壊したら大事だよ。足でダーンってなったり。思いっきりアナログですからね、ガチャガチャ。そうですね。昭和のテレビと一緒ですからね。そうそうそう。でも一回それで壊したんで。はい。やんないです。あ、そうなんですね。コマ壊して直しましたよ。アナログだから直すのもアナログで直せるので。なるほどですね。その代わりあまりむちゃをやめましょうという話です、DIY で直したんですね。 DIY で直しました。直したのを乗船地に持っていってあげました。なるほどですね、はい。全部は揃ってませんが、そうですね、15種類ありますからね。ちょっとパッと見じゃ分からないんですけど、はい。まあ、でもあれさ、基本的にそれは被ったらほら回収システムがある場所なので、そんなに被らないはずなんですよ。被らないというか同じのばっかりじゃないと思います。そうですね、均等になくなるはずなんで、2つ被ってるのが一番多いやつですね。というわけで、とりあえずこれで私の週が終わります。大丈夫、ラスプラスさんの靴だったというか、カマリコレットを買い占めたということで、はい。で、あとはね、こちら、カプセルをお返しして終わりにしたいと思います。というわけで、今からですね、若旦那と一緒に、これから一路大分に向けて帰ろうかなというところでございます。8時間半ぐらいですか、はい。さっきナビ見たらね、はい。まあ、まっすぐ帰るか、どっかで、まあ、岡山とか広島あたりで、はい、まあ、一泊するかもしれませんけど、ちょっと体調次第というところもあります。でまたこれからね、昨日言ったような新しいグッズの方も作っていこうかなと思いますので、まあ、そちらの方も、いろいろね、やっていきますので、今後引き続き、吉田の動画の方を見ていただけたらなというふうに思っております。また改めてどっかで、このね1週間の総括をしたいなと思うんですけど、とりあえず今はちょっともうね、疲れも若干出てきていますよね。あ、もう、はい、限界です。限界ですか。はい、限界ということ出てますんでね。そろそろ、とね、考えながらやっていこうかなと思っております。それでは、またね、次回のラジオじゃないですね、次回の動画の方でまた、いろいろと、今回の感想を含めてやっていこうと思うんで、またぜひ、見ていただけたらというふうに思っております。以上、大阪府阪南市商工会さんから、お届けいたしました。また次回の配信でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。みんなのアイドル、ホタルちゃんよ。チャンネル登録、高評価、よろしくね。押してくれないと、届けに変わって、お仕置きよ。